どっこいどっこい。ミヤースか。出て。出ちゃったよ。さあ、モテる男ってやつを学ぼうじゃないか。キャーギョンビー、どうもイケメンです。別に全然意識してるわけじゃないから。時は幕末、世間は荒れていた。え、ピアノ弾いたの？すごいじゃん。かっこいいじゃん。まあね、音楽の教科書に載るような会社ですからね。トトロだったらね、ハンドベルやったことある。ミとソを担当したよ。複数人でやるやつ。サビだけだけど。心臓を射抜かれちまったのか。キュンピなライフル銃を使う。視聴者のね、8割はストーリー理解してないから。まあ、各言う虚偽も理解しないけど。俺は、ハンドベルってね、隣り合った音やらないんですよ。ちょっと離れた音やるの。多分だけど、うちんとこはそうだった。
出たよ。ああ、出たよ。このキョンピーが池袋の女子の肩を掴んだら速攻で悲鳴上げられるだろうな。開始5分、唐突だぜ。風呂からどうもお帰り。レディーの扱い100点なんよーって。追われてたんでしょ？自分の事件に女の子巻き込んでる時点で0点ですよ。ああ、イケメンが何やっても100点なんですよ。聞く耳を持たないね、お互い。妹いい人定期器量よし、めっちゃ人気ある。マドレーヌ食べたくなってる。最近お餅も食べ飽きたぜ。
いや、女の子巻き込んでるんだよな。普通に巻き込んでるんだよ。100点か？廊下の呪いなんて百害あって一利ないよね。超とんでもない。戸籍上の年齢はもっと若いから。世相を反映しているんだ。今戦争中だから。何？どっち？一番下？真ん中？自前の服が。90のおばあちゃんに似合っちゃってるのつらいわ。フランスパンはなんでバッテンつけんの？これどこ向かってんの？原作は知らないや。
真ん中。へえ。噂話で心臓取られたって言われてるシーンで名前だけ。へえ。まあ尺の都合上なんでしょうな。いやー好きだよ。こっちの方が好きだよ。純愛だよね。憧れの可愛い女性よりもそばにいてくれる株頭の方が好きです。理想としてはこっちなんだけど伝わりません？論争起きない？起きないですか？やっぱりハウル痛くなの？カブ好き好き。いや純愛だと思ってる。見返りとかじゃないからさ。わかんない。一目惚れなのかな。でもさー90のばあちゃんのために頑張るの姿は好きよ。ストーカー湧くために知らない女の子を彼女代わりに見立ててストーカーの矛先変えてんよって。そうなのかあれ。ろくでもねえな。山道は杖があって歩いた方がいいって知ってる？2本足で歩くよりも3本足で歩いた方が人体的には負担が少ないんだと。ジム。そもそも当てのない旅だよね。呪いなんかかけられて。どうやって生きていくのか。あれ魔女のとこ向かってんのかな。
極主不動がシーズン2と。一気は見たよ。最近お金払えなくてネットフリックスやめちゃったの。もうネットフリックス見れてないの、悲しい。ジョジョ見たかったな。ディズニーストアに入ろうかと思って。ちなみにこれ2年前にやってるっぽいんですよ。2年越しだ。もうよく見てるね。もう4回ぐらい見たかな。まあだいたいシリーズ見ちゃうけどさ。喋ったをこき使って生きてるのに、それでもいいって言うんですか。誰かの幸せを踏みにじって好き勝手いる生きる男がそれでもいいって言うんですか。素敵、自分勝手に生きてる、素敵、自由奔放な男、素敵。活
ち上がる男素敵。世の中は弱肉強食だから。許せねえ。やっぱり許せねえよ。一方の証言だけで決めんのよくないと。ほう。四号話です。いらっしゃい。誰かをこき使って一方的に搾取する側の男を、それでもかっこいい素敵だと褒めたたえるのかね、という話。顔だけでしょって。あれ？顔だけ派だっけ？でもよ、人間ここでも取り柄があるだけで、その数万倍は強く生きれるんだぜ。一個だけ取り柄があるだけでも、顔だけといえども、ゼロか一の差はでかい。バレンタインデーだってそうだろ？一あるかゼロかなんて、でかいよ。あんないい顔にお願いって言われたらやらぐよって。そうか。あんだけイケメンだったらこき使われる方もご褒美なとこあるよって。なんかもう人って生き物が嫌いになりそう。世の中不公平だ。でも世の中って不公平なもんだもんな。成功者の家族って成功するもんね。世の中不公平が前提か。強く生きよう。公平を歌うこと自体が問題なんだ。
世の中不公平だ。いつもより緊張してないって。え、そう？あ、膨張？あ、膨張してるかも。あ、違う、膝が見えちまった。こんなもんか。決まった形がないんですよね。明日日がいつも変わるんだよ。これぐらいにしとくか。痩せたねって。ちなみにゆいお姉ちゃんから画像をもらっております。イケメンを見る狂気。つい筆が動いた。その時筆動く。ああ、イケメン、ああ、あーって顔。ありがとうございます。君にはベーコンと卵をあげようね。みんな、ベーコンとハムどっちが好きだい？難しいチョイスだよね。はいはいはい、ベーコン。あんな厚切りのベーコンだったらたまりませんけどね。厚切りベーコンいいよな。でも生ハムとベーコンって言われたらちょっと考えちゃうわ。ベーコン、まあベーコンか。アキネーター24ターンで召喚したよって。結構かかったね。キャラクター数が膨大だからな。アキネーター最近キョンピにたどり着けられない。遠くなっちまった。何が面白いのとは言わないわ。何が面白いとは言わないけど、じゃあイケメンを称賛する声にってなるわ。厚焼き、厚焼きでお願いします。歯ごたえが欲しい。出た。それだと1枚目のベーコンがカリカリになりすぎやしませんか？6個卵入る？
名刺だけで会話する男どうなんですか？おい、皿みたいなもんですよ。名刺だけで会話する男どうなのかな。一人卵2個だ。かけたお茶碗。誰か有名人なの？知らなーい。タクヤっていうらしいよ。あーあーあああ。何の呪いなんだろう。ポニョ茶碗だよって。あ、そうなのあれ。へえ。元気だ。これ逆だよね。灰かいた後に床掃除しないと汚れちゃうね。
他人に部屋を掃除されるなんて辛いですよ。何捨てられるか分かんねえからな。他人にとってはゴミに見えるものかもしれないけど、ゴミに見えるかもしれないものは自分にとっては大事なものかもしれない。目玉焼き食べたい。たまーにものすっごいシンプルな飯が食いたくなるよね。目玉焼きとか。パナプタはまだある？この音聞いて、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,25,26,27,25,26,27,25,30,31,32,33,34,40 タワーです。2年前から貯めています。まだあります。写真撮らなきゃ。どうしてこれを捨てられようか。あっ、捨てられる候補だ。カビちゃうって。カビないもん。夢女子選ぶ2022年100キャラみたいなチリちゃんが堂々の1位。すげえよな。たった2ヶ月で1位になっちまった。ちなみにあの5位ぐらいにペパーが入ってんだよな。チリちゃん1位。ああいうのが好きなのね、女の子は。みんな好きなの、チリちゃん。ポピーちゃんとデートしたいんだかな。遊園地デートか、クレープ食い倒れデートがしたい。ワンピのキャラ、なんでワンピ？誰かいた？夢女子選ぶワンピのキャラ。今年はヤマトじゃねえか、推しキャラ。ローが8位ぐらいだった気がする。ローだよね、高めっていうとね。いやでも1位はチリちゃんだった気がする。確かに。夢女子だけど知らないって。えっ、君女の子なの？可愛い顔文字作ってあげようか。夢女子って、夢女子って何？なんか一概に定義難しいよね。好きな二次元キャラクターとの恋愛を夢見る女子のこと。夢見る女子か。ハウルの便がこびりついたトイレだよ。ご褒美か、君たち。ご褒美か、ご褒美って言ってみろ。男二人で過ごすこの部屋のトイレがご褒美って言ってみろ。うん、ペパーを幸せにしたいのは夢女子ですか？夢見る女子だね。ゴホってどっちそれそれ何、ゴクリってことですか？ゴホってことですか？ご褒美すぎて吐血ってこと？カブには幸せになってほしいと思っております。ウビビビビビビって、イケメンを落とし目をする基本ピエレよって。これは嫉妬やない。嫉妬や。これはただの嫉妬ではない、ガチの嫉妬や。好き勝手に生きてるだけで人から人気得る系男子苦手。ふん、苦労知らず。世の中には往々にしてそういう人が存在する一定数。生きてるだけで価値がある、素晴らしいことです。
嫉妬する興味を好きだからこういうことしちゃうよ、ごめんね。ハウル、うわ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 、デート中にあの人かっこいいから連絡先聞いてくるねって言われて連絡先教えてもらってホクホクしている彼女を横で見てる感じだ。ちっ、その程度じゃ別れませんよ。しっ、よし、しっしっし、その程度じゃ別れませんけどね、怒りはしますけどね。いやー、あー、そうですか、イケメンがいいですか、あー、そうですか、へい、わかるよ、イケメンコレクションしたくなる気持ちはわかるからな。うわーうわーうおー、身もだえる、身もだえるわ。シソンヌこんばんは。おいシソンヌ、おいシソンヌ、イケメンは好きか、こいつ、こいつみてえなイケメンは好きか、あん、こいつみてえなイケメンは好きかって聞いてんだ。うえーん、ワコンいらっしゃい。はぁ、まったく、やってることは最低ですからね。豊島を誘惑してあんたには興味がないって言わんばかりに逃げ回ってるんだ。女子会とどんな感じ？二人で会えた時に彼がボインの姉ちゃん横目で見てるのにバカ野郎、もっとでしょうが。連絡先聞いて二人で通称写真撮ってホクホクして家に帰ったらそれニヤニヤ見てる感じまで言ってる。許せんのか、許せんのか、隣に値ってものがありながらとか思ったりするだろう。って言うんだよ。いや、本気と浮気は違うからさって、本気なのは、本気なのはキョンピだけど、これはちょっと浮気してだけだから、ちょっと浮気してだけだから、ちょっと、ちょっと浮気してだけだから、今だけだから。タオルは実際そういうことしてないし、誇張表現でしたか。二人でメイド喫茶行ったとして、絶対にメイドの胸見えないって言える？って、ああ、お前しか見えないって言ってやる。言ってやるよ！ああ、当たり前だ！言ってやるよ、そりゃ！ごめんな、メイド喫茶行ったことないからイメージできねえんだわ。やっぱりね、百聞は一見にしかず。行ってみたら、感想は違うかもしれないが、何より今のこのキョンビだったらそうはっきり言い切れるね。
でもメイド喫茶に心打たれるっていうのはメイドさんに心打たれてるわけで、別に中の人に心打たれたわけじゃないだろ。でもハウルは違うだろ。ハウルっていう生き物に心をときめいてるってことは、つまりハウルが好きなんだろ。メイドとハウルは違うよ。ハウルが職業だったら別だけどさ。ジャガバター食べたい。ジャガバターええよな。リスナーさんと戦争滅ぼしに行こうって、どうした急に、なんで急にどうした。戦争は良くないです。イケメンはね、大抵いい人多いから好きだよって。それひっくり返すとブスは大抵性格もブスって聞こえる。イケ雰囲気イケメンにでも、まあ見た目で信用される世の中ですからね。そっか、イケメンは好きか。二人でメイド喫茶行ったら一緒にモエモエキュンしてくれる彼女が、彼氏が欲しい。逆じゃね？執事喫茶で。判決。はい。はい。もう世界が違うからな。ハウル振った女が気になるわ。和子いらっしゃい。振られてんじゃねえって。まあ振られるってことはそういうことですよ。いただきました。今回もいただきました。あーはー、イケメンだよ。イケメンって、イケメンは存在すると思うの、ここだと思うの。
メインヒロインに昇格しないかな。おじり。はあ。はい、大人になります。大人になります。まあね、そういうこともあるよ。いい男は見て、いくら見てたっていい男だもんね。ごめんね、取り乱していた。昨日の夜なんかリサさんに貧乳とまで言ってしまった。気にしていたぞ。そうだよな、いい、かっこいいことはかっこいい。そうです。ふと我に返る。一体何に牙を剥き出していたのか。もうちょっと大人になるわ。かわいそうに、もっと謝った方がいいぞって。ごめんな、ごめんな。でもフォローはした。いや、小さいって言ったからって、キョビは小さい方が好きだから、けなしたわけじゃない。僕ジャガバターが好きって言ったら傷つかれたっていうのもんですよ。いいじゃん、気にしてるのか。ごめんな。かあ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 、あー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 
あー、バンバンを。毒を使えるからって解除できるとは限らないもんね。大変だ。魔法があるのに階段登らせるなんて。応援はしてくれるからいい人だよね。ヒン！ぴょい。
腰の曲がったおばあちゃんじゃなくなってるもんね。これはどういうことなの？あ、CM だ。いや、いいショットだなって。国王の側近があの見た目で、ハウルがあの見た目をずっとしたってことは、国王の趣味ってことになるんだよね。みんなあの姿にしてる。ショタ好き。国王とは話せそうだな。ちゃんとした身なりショタ。弱らせて魔力を無効化させるトラップだよ。あの椅子に座ったが最後ってことか。高校の頃仲いい子たちで荒地の魔女や虐待弱体化ごっこをやった。光はどうしたの？あた死んだよから始まったの。オルティガドムのこと？ああ、違う、ポケモンか。あた死んだよって誰か言ったらスタート。で、何？どうしたら終わりだろう？それ楽しいのか？頑張るんだよおかっぱ男子。黒髪じゃないからおかっぱは生えるんだぜ。黒髪だったらこけしだぜ。または座敷わらし。
その椅子いいっすね。ほんといい声優さん使ったよね。あれ？あ、やる気だ。
自分勝手に生きれるなら悪魔とも取引したいな。いつか後悔するんだろうか。悪魔と取引してまで叶えた夢はありますか。今日ピリはあるんだよな。悪魔来ないかな。さあ、みんな、声合わせて呼んでみるよ。せーの、カルシファー。あぶね。ショタだらけ。これあれかな、若い頃のハウルもしてんのかな。よほど思い入れが強かったのか。量産型ショタ、素晴らしい。みんなの応援のおかげでミラクルリングが見つけたよ。ああ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 あ。夢女子国王、わかんない。でも今一番最後の弟子だったら思い入れは強いんじゃないの。あと次候補、使い魔かな。なるほどね、実際の子供ではないのか。じゃあその使い魔を量産してる時点でもやっぱりショタ好き。ハンドル捨てた。
死んだよ。犬かわいいね。